皆様、こんにちは。ナビゲーターのまこです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日の話題は、米国の助けも期待できない。中国に尖閣諸島を占領される最悪のシナリオとは。日本固有の領土である尖閣諸島は、日本の管理下に置かれています。なぜかというと、第二次世界大戦後の1951年に、尖閣諸島は、日本の領土として法的位置づけを明確化した。サンフランシスコ平和条約において、同条約第2条に基づき日本が放棄した領土には含まれず、同条約第3条に基づき日本が所有する。南西諸島の一部として米国が実効支配したからです。これが意味することは、米国は尖閣諸島も日本の領土取り返した上で、敗戦国に対する。刑罰の一つとして、当分の間、日本から尖閣諸島を没収したということです。そして、長期間米国が実効支配してきた尖閣諸島ですが、1972年に発効した。沖縄返還協定に基づき、日本に正式に返還されました。この時、間違いなく、尖閣諸島は、日本の領土として日本に帰ってきたのです。ちなみに、最近、中国は尖閣諸島の領有権をアピールしていますが、これら一連の流れについて、その頃全く抗議していません。異議を唱えなかったということは、尖閣諸島は日本の領土だと承認したことになります。というより、尖閣諸島は日本国が、それ以前の1895年、明治28年に清国の管理下に置かれていないことを、入念に確認した上で、日本の領土として組み込んだという歴史が残っています。そして、当時も、清国は、特に異議を唱えなかったので、尖閣諸島には領土問題など、最初からなかったのです。では、中国は、なぜ、突然、尖閣諸島を、自分たちの領土であると主張をし始めたのでしょうか。それは、国連機関が、1960年代に調査を実施したことが、大きな要因になります。1960年代は、東シナ海の海底資源が話題をさらった時期でした。そして、1969年に、実際に、国連機関エコフェが東シナ海を調査したところ、尖閣諸島周辺の海域に、大量の石油が埋まっていることが分かりました。すると、1970年代になると、中国は、突然、尖閣諸島は我が国固有の領土だとアピールし始めました。そして、2008年からは、中国の海警局の船が、尖閣諸島周辺の領海に相次いで侵入しています。これに対して、日本は、海上保安庁を中心に、中国の違反行為に対応していますが、昼間の行動が激しさを増し、尖閣諸島を取り巻く、一層過酷な紛争につながっていく可能性があります。問題は、中国の国内情勢の不安定化です。中国経済が、L 字型、もっと深刻な H 字型の可能性もあるの停滞期に突入し、国民の不満が蓄積されています。加えて、2016年7月、常設仲裁裁判所が、南シナ海の領有権をめぐる中国の主張を正式に退けましたが、この裁定を受けて、中国国内が、とても好戦的な状態になっています。このような状態の中では、中国が尖閣諸島を支配下に置くシナリオが考えられます。最も可能性が高い作戦は、戦争に至らない準軍事作戦、ポソーです。中国は、アメリカの断固たる介入を回避しながら、常套手段としてポソーを実行し、目的を達成するつもりです。準軍事組織による作戦の特徴は、次の通りです。1、軍事組織である中国軍の直接的な攻撃はありませんが、中国軍は、準軍事組織の背後にあり、常時支援ができる状況にあります。2、非軍事組織あるいは、準軍事組織が作戦を遂行する。例えば軍事訓練を受け、それなりの武装をした漁民、海上民兵と漁船、海警局の監視船などの準軍事組織が作戦を遂行するのです。この準軍事作戦は、南シナ海、ベトナム、フィリピン、インドネシアに対して多用され、
間違いなく結果を生み出している戦略です。母艘によって尖閣諸島を占領しようとする場合のシナリオは次の通りです。 1. 尖閣諸島周辺に200隻以上の漁船を出動します。軍事訓練を受けた海上民兵が漁船に乗船しています。1隻に20から30人が乗船していると仮定すると、200隻だと4000から6000人になります。これに対応することができるのは海上保安庁の監視船だけで、2014年に小笠原諸島周辺に結集した200隻以上の赤サンゴ密漁中国漁船への対応を見ても困難なのは歴然です。2、漁船の活動を促進するために中国の海警局の監視船が侵入してきます。海上保安庁の監視船と中国の監視船は牽制し合っています。 3. その間隙を縫って漁船に乗船していた海上民兵が尖閣諸島に上陸し奪取します。この間、中国海軍の艦船は領海外から経過を眺めています。以上が可能性が高い準軍事組織による尖閣諸島占領作戦のシナリオです。上記の推移でも歴然としていますが、この作戦には軍事組織である中国の海軍艦艇が直接的には参加しません。日本側から判断して、この状況は緊急事態ではなく、いつも通りの状況、日本政府の言うところのグレーゾーン事態であり、海上自衛隊は出動できません。尖閣諸島に上陸した漁民を変装した海上民兵を追い出すためには大勢の警察官などを差し向ける必要があります。法的根拠なく自衛官を差し向けることはできないからです。中国の準軍事組織による作戦は日米に対して非常に有効な作戦になるでしょう。結局のところ日本の法律の抜け穴をついた作戦であり、自衛隊は出動できません。一方、アメリカにとっても準軍事組織による作戦に対してアメリカ軍が対処することはできません。要するに、このような事例の場合はアメリカ軍の援助を当てにすることができないので、当事国の日本がこれらの状況に応じた対応に単独で立ち向かわなければなりません。ご視聴ありがとうございました。